弁護士の YouTube ユーザーの皆さん、こんばんは、おっぴです。バグなんてタイトルつけやがんだよ。カエズキペアさん書き下ろし楽曲バグ、今回ナイト26、そして32だっけ、やっていきたい、初見でやっていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。とまあ32は徳川以来か、初見でやるって動画は。まあまずエキスパートからねやっていきましょう。26は不穏な空気流れてますがね、ロウはだからフィクサーとかもね26でだからやっていきます。まあ忙しそうですよね。もう曲調聞いた感じも忙しそうだったんですけど、ああそういうロングノース、ちょっとあの編成組んでてね気づいたんですけど、ちょっと判定強化多いんで、うん、まあ初見と言いながら判定強化が 何枚か 3枚ぐらいかな入ってる編成なんですけど、私はちょっとそこだけはご了承してくださるとって感じです。星4のクールで固めた結果って感じなんで、あいいねレン君、あ、あ、なるほどね、歌詞やべえ、すげえ聞きたいな、あの原曲も聞きたいし、もう出てんのかな、もう YouTube 公式出てんのかね、なるほど、おっとオールパーフェクトっすね、あはかわいいな、なんだ今のくるくるってやつだすごい曲調だな、はい、あぶっ、あちゃ、あぶっ、あった、今よかった触ってて、今終わったと思ったわ完全にあぶねえ、今触ってよかった、もう終わる、まだか、もう一回サビあんの、あぶねえなんかちょっと心臓バクついてる。プロセカってさ、曲終わったらその譜面のなんか触ったらさ反応しないんだけど、今反応したから反応したからまだあるわと思ってね。はい、おおすげえ、あはいはいはい、オールマイクドでーす。さあそれでは幸先いいですね、ナイト26初 AP と、それでは、あ、違う、初見 AP か。はい、ということで、マスターの方、この調子でやっていきましょう。エナダンに、相変わらずなんか、性癖な衣装着せてますが。さあ、それではマスターの方やっていきましょう。ローはよりむずいんでしょ ?32 で。じゃあ、無理やな。うん、じゃあ、無理だ。ビターチョコデコレーションより上。あ、じゃあ、無理だね。うん。やっていきますか、32。怪力ベアさんです。いやあ、曲調、いや、てかこのジャケットすごい。ジャケットが怖えわ。え、これ、真冬ちゃん、どういうあれなんだろうね。頭の中なのこれ。真冬ちゃんの。あれ、すっごい苦手なやつ来た、今。やってる。いやあ、ちょっとむずいよね。ちょっとむずいよね。はいはい、たまについていけなくなるな、パクパクあ、うざい、はい、あと曲か、早いわ、早い早い、なるほど、わあ、ロングノースがなんか、不穏なロング、わあ、いい、もう一回行くと、絶対もう一回行かれ、待って。ほら、あっち、違った。あ、来た来た来た。あ、危ない。いやあ、何これ、どうなってんの、繋がってるけど。あ、くるくる、来た忘れてた、くるくる。くるくるあったね、それは。はいはいはい。まだ終わんないよ、はい。学んだ、いやーいい声してる、はい、
え、でもさ、あーむずいけど、むずいけど、でもなんかビタチョコとかとかむずくない？やっぱそんなことないか。いやー、あーむずいね。あ、最後に来るタイプか、そっかそっか。あー、高難易度って最後に来るもんな。いやー、なんかロングノーツがなんか気持ち悪いね、これ感情がぐちゃぐちゃになってる、ロングノーツが。いや、いいや、はい、はい。あ、ライフ380残って初見やらせていただきましたが、皆様どうですかね。まあ、ロウアーとちょっとビタチョコが難しすぎるっていうのも僕の中ではあるんだけど、まあなんか詰めようと思えば、まあフルコ難しそうですけど詰めることできるのかなといった不便だったのかなと思います。まああとスピード速かったですね。うん、ぜひ皆様の感想をコメント欄に書いてくださると幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。